あったりしたらありがとうなんだけど、なんかあすいませんありがとうございますってなるさ、俺だけかななるわけ。なんかあんまりにもいろんなもんもらいすぎたら、ありがとうの気持ちとなんか申し訳ないなって気持ちになってしまったりするから、俺が一番これ嫌だなと思うのは、いっぱいいっぱい集まったものがあの町に届くさ、あの町の人がもうありがとうだけど何も返せない、もうすいませんってなったらとっても寂しいなと思って、したら俺なんて言ってあの町に行こうかなと思って考えたわけよ。で今日はあのいろんなあっちの町の人のことを思う気持ちが集まって、あのあなたたちのおかげで沖縄ではこんなにハッピーで楽しい祭りが生まれましたよ、ありがとうって言いたいし、あのあなたたちを思う気持ちが集まったおかげで今日沖縄っていう島はとってもいい一日過ごせましたよ、ありがとうって伝えようと思うわけさ。だからもちろん向こうにいっぱい送るものもあるかもわからんけど、そういうことのおかげでこんな素敵な一日があるんだったら、やっぱありがとうかなと思ってよ。千葉リオと頑張れも大事だけど、俺はありがとうと思って歌わせてもらってるよ。で今拍手くれる人一人一人本当にありがとう。もうちょっとだけ付き合ってもらえますか。